置きが必要みたいね。もう一発殴っとこっか。うんうん、ほっときましょう。もうどうでもよくなっちゃったし、もともと悪い人じゃないはずなの。私が遺産を相続してしまえば目を覚ましてくれると思う。かしら、ちょっと人が良すぎるんじゃない？こいつアイナを殺そうとしたのよ。ダメな時は私が殴っておくわ。このカバンで。それは痛そうね。お前たちここで何をしている？何があったんだ？そこのお前、武器を捨てろ。遊撃士協会のものよ。何？遊撃士だと？確かに。だが遊撃士風情がこんなところで何をやっている？陛下がお認めになっているとはいえ、王城の前でこのような騒ぎは。この連中は王都において犯罪行為を重ねている可能性がある。王都の治安と民間人の安全のため、つい今しがた眠らせたところよ。こいつらの身柄の拘束をお願いできるかしら。仕方がない。本来ならお前たちもしょっぴくところだが。おい！はっ！おい遊撃士、今回だけは見逃してやろう。だがこれだけは覚えておけ。王都を守るのは我々王都警備隊だ。今後余計な真似をすれば遊撃士だろうと容赦せんからな。ああ、じゃあさ、まだ町中に残党が残ってるから、そっちの後始末もお願いできる？先輩たちのことだからもう終わってるかもしれないけど。2名続け！は、はい。はあ、
ぱ軍人は苦手だわ。遊撃士の紋章ってなかなか威力があるのね。ちょっとかっこいいな。私もこんな風に使ったのは初めてよ。それよりもう時間がないわ。アイナ、走るわよ。はい。はあ、ようやくたどり着いたわね。ダッシュで私と互角とはなかなかやるじゃない。ほら、さっさと手続き済ませちゃいなさいよ。ここで見ててあげるわ。うん、ちょっと待っててね。よかったね、アイナ。おめでとう。あのシェラザード、立ち会い人が一人必要みたいなんだけど。え？あなたに頼めるかしら。ええ、うん、あなたに頼みたいの。そのくらい。まさかこの私が誰かの立ち会い人になれるとは思ってもみなかった。一人前に遊撃士を名乗れるなんて、こんなに誇らしくあれるなんて。アイナーホールデン、サウル・ジョン・ホールデンの遺言に基づき、その遺産を相続する。立ち会い人シェラザード・ハーベイ。ありがとう、シェラザード。終わった。これで依頼完了よね。いいえ、もう一つ仕事が残ってるわ。応募用紙をいただけますか？女王陛下の福祉基金に寄付をしたいのですが。でもさ、全額寄付ってちょっともったいないんじゃない？あんた生活費とかもかかるんだからさ。そうね、普通はこんなことしないわよね。でもこれは初めから決めていたことだから。私の欲しかったものはそんシェラザードも声優劇師昇格おめでとう。私には準遊撃士とどう違うのかわからないんだけど。ま、権限と責任が一緒に増えるってことかしらね。私が欲しかったのも声優撃士のエンブレムじゃないし。あら、そうなの？まあね。安心したよ。遊撃士の心得が分かってきたようだな、シェラザード君。ゲクル、あ、いや、このお酒はですね、ほら、なんと言いますか、
祝い酒ということで、今晩だけは多めに見よう。ただし仕事に差し支えない程度にしておきなさい。はーい。何ですか？シェラザード君、君ももう声優劇師なのだから、今までのように日中仕事の合間に飲んだり、夜中に抜け出して飲んだり、雨津さえ私が忙しい隙をついて飲んで騒いだりしないように。シェラザードったら、そんなことをしていたの？まるっきり悪い子じゃない。言うな言うな。慎みなさい。はい。それともう私に継承はいらないよ。同じ声優劇師同士だ、同僚として接してほしい。私もまだ新人の身だからね。そうなんですか？そう見えない。本題に入ろう。アイナ君、君の叔父上のことだが、遊撃士協会の方から原型を嘆願することはできるよ。両兵団の雇用はかなり重い罪となるが。両兵団？あの黒服の人たちがですか？ああ、リベール国内で確認された両兵団の一つだ。最近ではリベールにも大小さまざまな両兵団が入り込み、その雇用運用が行われている。もちろん違法なのだが、軍部も腰が重いようだな。この機会に一掃しておいたから、当分見かけることはないと思うが。一掃って、そうか、あの時タイミングよく現れたのは偶然じゃなくて、王国中の両兵団を調べた上で一掃作戦を実行していたのか。近頃特に忙しそうにしてると思ったら。入国した両兵団が富裕層をターゲットに契約を結び、民間人を巻き込む、最近各地で頻発しているケースだよ。今回も声をかけたのは両兵団の方からだったようだ。事情は事情だが、君の叔父上も被害者の一人と呼べるかもしれない。先輩、それってどういう意味ですか？クルツ先輩、あの親父も被害者の一人だから罪にならないって言うんですか？アイナにそれを認めろって言うんですか？あいつアイナを殺そうとしたんですよ。シェラ君、先輩はいらない。それと声を落としなさい。はい。罪にならないわけではない。アイナ君が望むなら原型を嘆願することも可能だという話だよ。びっくりした。答えは急がない。取り調べには1週間ほどかかるそうだからね。君は何か責任を背負っているわけでもないし、深刻に考える必要もない。ただ許すという選択肢があるということを心の隅に留めておいてくれ。それと今後は何か困ったことがあったら、迷わず遊撃士協会に相談してほしい。我々は決して万能ではないが、何らかの力になれることと思う。わかりました。ごめんなさい、きちんとお話をしないで。いや、君の置かれていた状況を見れば当然のことだよ。それに
一人前の遊撃士たるもの、大まかな依頼内容くらいは顔を見ればわかるものだ。決して困っている人間を無下に追い返したりはしない。うぐ、まだまだ修行が足りないってことね。精進怠らぬことだな。では私はこれで失礼する。あ、ちょっと、一杯くらい付き合ってってくださいよ。いや、まだ受付の業務が残っているのでね。シェラ君、くれぐれも飲みすぎないように。真面目人間。あ、そうだ、アイナってお酒いける？ちょっと付き合ってもらおうかな。うん、いいわよ。本当にいいの？シェラザードには随分お世話になっちゃったし、少しだけなら。それじゃあ今夜はとことん飲みましょうか。お上品なアイナが酔いつぶれたらどんな顔すんのかな。あー、楽しみ。それじゃ乾杯。温かい金髪に白い肌、私はあの向こう側の町で見かけたことがある。着飾った子供たち、祝福された子供たち、幸せな子供たちは天使のように笑うのだ。どうして私はあちら側にいないのだろう。ずっとそんな疑問を抱いて生きてきた。憎しみの混じった羨望を持って、焦がれつつも拒絶するその心を持って、私はその唯一の答えを知っていたはずなのに、生きるためにくだらない防衛線を張ってあれほど自分に絶望していたというのに、ずっとずっと心のどこかで信じ続けていた。いつか心から笑える日が来る。いつかこんな自分でも許される日が来るのだと。翌日、アイナは遊撃士協会を訪れ、叔父の原型の嘆願書を書いたという。彼女に酔いつぶされた私は立ち会うことができなかったけれども、
かなり本格的な施設だな。ここは多分エステルたちの最終訓練が行われた場所だと思います。内部は複雑で、照明が切れて何も見えないような場所もあるとか。トラップありと考えた方が良さそうやな。最後の修練場、気合い入れていくとしようか。
行こうか。戦闘終了。先に進む。戦闘終了。先に進もう。戦闘終了。
もうしまいにしようか。
我が剣に砕けぬものなし。
Thank you.
右手にありし剣より授かりし輝きを持ってラーシア。戦闘終了。先に進もう。強敵そうだな。銃剣のアガット、なかなかの使い手らしい。どうやら相当きつい戦いになりそうやな。みんな気合い入れていくで。おう
もうしまいにしようか。それにしてもなんちゅう強さやほんま。ええ、さすがに厳しかったですね。でもこれでアガットさんを解放できます。ジョーちゃんが待っているだろうし、とっとと庭園に戻るとするか。食は全ての基本なり。正しき道を歩むのも、すなわち食あればこそ。何時だと覚えし食の形が二十種。よかったね。うんうん、相変わらず見事な赤毛やね。いきなり何だってんだ。おいダー、一体何があったんだ。あ、アガットさん。なんだティータ、晩飯作ってたんじゃ。確か定期船から降りたところでお前の親父と出かして、はあ、はいはい、何だってんだいきなり。よかった、アガットさんが無事でいてくれて。無事って、この前会ったばかりだろうが。おいヨシャ、一体何があったんだ。いつの間に戻ってきたんだ。それに不良神父、なんでお前がいるんだよ。そのこれにはいろいろと深い。言っておくけど、私たちもいるわよ。よ、久しぶりだな。ご無沙汰してました。いいなあ、ハガット先輩、相変わらずティータちゃんとラブラブで。三国一の家宝者とは君のことを指すに違いあるまい。アホか、そんなんじゃねえっての。
もこれで、あとはエステルお姉ちゃんだけだよね。エステルって、ていうかおい、これ一体どういうことだ。またエリカラッセルあたりのトラップじゃねえだろうな。エリカ博士、そこまでアガットさんのことを目の敵にしてたんか。なんだかお母さんたちが帰ってきてからいろいろとあったみたいだね。恥ずかしながら、まあいいだろう。納得はできねえが、グダグダ言っても始まらねえ。俺も協力してやるから、とっとと先に行くとしようぜ。え即断即決なんは、何か疑問とかあるんなら分かる範囲でお答えしますけど。さっきの話で大体の事情は分かったからいい。あとはこの目で確かめるなり、他の連中から聞くなりしておくさ。それよりも、これだけのメンツが揃ってるのに肝心な奴がいないじゃないか。まずはとっととそいつを見つけなくちゃならねえだろう。アガットさん、ありがとうございます。ああ、礼を言われる筋合いはね。お前同様、あいつは俺の後輩でもあるんだからな。それよりどうだヨシャ、外国に武者修行に出てまた腕を上げやがったのか。ええ、それなりには。でも僕よりエステルの方が頼もしくなったと思いますよ。今では旅先のギルドでも随分頼りにされていますから。さすがおっさんの娘と言うべきか。でもアガット、よくこの状況をすぐに受け入れられるわね。夢とか現実じゃないかって疑ったりしなかったんですか。そりゃまあ当ててみせようか。抱きついてきたティータ君のみずみずしい匂いと柔らかな感触、それがあまりにリアルだったから疑いようがなかったんだろう。はあ、うん、なるほどな。そのすごく自然だと思いますよ。ちょっと待て、なんでいきなりそうなる。照れない照れない。まあいいんじゃない、年の差カップルっていうのも。いやいや、むしろそれがいいんだってば。この絶妙な距離感が微笑ましくて仕方ないというか、じれったくて身もだえするというか。なるほど、ロマンってやつだね。てめえら、やれやれ、なんとも緊張感に欠けるな。俺も俺とったく、いい加減にしろってな。そういや、もう一人仲間がいるんだろ。教会のシスターみてえだな。すんません、向こうの書家にいるんですけど、ちょっと事情がありまして。リースさんですよね。ちょっとお話ししましたけど、すっごく可愛い人ですよね。私も話したけど、独特の雰囲気で面白い子よね。なんか元気がなかったからあまり話は弾まなかったけど。ケビンさん、探索は僕たちに任せて、一度リースさんと話し合った方がいいんじゃないですか。いや、どうやら宝石の扱い方は俺が一番馴染んでるみたいや。悪魔の危険もあるし、
外れるわけにはいかんやろ。ですが、ま、あいつも子供やなんやし、そのうち機嫌も治るやろ。今は時間が惜しい。さっさと出発するとしよう。ケビンさん。ならば僕が残って彼女の心の扉を開くとしよう。久々に解き放たれるこの超絶的なリュートテクでね。やめんかアホ。まったく、あんたも相変わらずね。
Thank you.
食は全ての基本なり。正しき道を歩むのも、すなわち食あればこそ。食は全ての基本なり。正しき道を歩むのも、すなわち食あればこそ。何時らの覚えし食の形が20種に至った時、我が友これはいつの間にか照明が、それに窓の外も暗い。ああ、どうやらオートの時みたいに夜に変わったみたいや。何か変化があるかもしれん。注意して辺りを調べてみるか。了解です。あれは天維人、次の清掃への入り口か。しかし昼間の絶景があんな風になるとはな。化けの皮が剥がれたわけか。なかなかどうして楽しませてくれるじゃねえか。さてと、このまま先に進みますか。せやな。まずは様子だけでも確かめて。ここで来たか。これは聖典に記された77の悪魔の一匹、煉獄を守る門番のもう一中にして、恐るべき近所を使う魔道の使い手。深淵のアスタルテか。これはわい、多分あれの原型となった空間そのものを呪縛する近所や。くそ、帯一本もろかった。このままじゃ、こうなったらあれを。下がりなさい、女神に背く災いなる獣よ。リンさん、よかった、間に合ったみたいですね。ここはお任せを。一気に蹴りをつけます。リス、無理すんな。一人で重複できる相手やないことくらい分かるやろ。それでも私は聖杯の重騎士だから。言いたいことは山ほどあるけど、それでも私はケビンのことを守る。私を守ってくれたケビンと姉様のように。
無名の闇に消えるがいい。千の棘を持ってその身に絶望を刻み、塵となって無名の闇に消える。砕け時の的。助けたる。そら、ハッ
今助けたる。ケビンさん、あ今のやつが持ってたんか。上出来だ、ケビン・グラハム。貴様、次なるは獣の道、新たなる供物を喰らい、汝が印を発現させるがいい。さすれば煉獄の炎はさらにたけり、我が王国は真の完成に近づく。中途半端ではあったが、まさに伝えた通りだったであろう。お前何者や。その悪趣味な仮面、いい加減外したらどうなんや。お望みとあらば。しかしケビン・グラハム、本当にそなたはそれを望んでいるのかな。そなたが望むのなら、私はいつでも仮面を取ろう。どうかな、ケビン・グラハム、そなたは本当に。俺はケビン、影の王、ざれ事はそれぐらいにして。何があるのか知らないけど、ケビンを惑わすのは許さない。
私が、彼自身が惑うことを選び続けているだけのことさ。これで太陽の娘が解き放たれる。そちらの駒も一通り揃い、ようやく本格的な遊戯盤が用意できるというものだ。次なるは無魔の道。光と影の狭間を渡りながら、白と黒の駒を揃えるがいい。さすれば全ての駒が揃い、新たな盤上へと進めるであろう。ケビン、あの、ま、いろいろあると思うけど、とりあえず話は後にしとこう。太陽の娘、みんなお待ちかねの大本命や。まずは彼女を解放して、細かい話はそれからにしようや。ケビンさん。そうだな。エステルさん、なんなのよ今のは。エステル、ユシは大丈夫？っていうか今の光って、え？うん、まあ君が戸惑うのも無理はないよ。なんというか、さすがにありえない状況だろうからね。ありえないっていうか、エステルお姉ちゃん、お久しぶりです。ティータ、クローゼ。ちょっと涙出そうかも。それになんか懐かしい人たちがいろいろと。王子っぽいんですけど。それに知らねえ、いつの間に髪を切ったの？なんか色っぽい服も着てるし。悪くないでしょ。僕の方は前の白いコートの方が気楽でよかったんだけどね。思えば相変わらずの人たちもいるし。悪かったな、相変わらず。仕事着みたいなもんだからな。エステルちゃん、お久しぶり。まったく、能天気そうなのは相変わらずみたいだね、アネラスさん。それにジョゼットまで。っていうかあんたね、能天気能天気っていい加減しつこいわよ。そう見えるんだから仕事ないじゃん。相変わらずヨシワに迷惑かけまくってんじゃないの？そんなことまあたまにはあるけどさ。いやだからそういう問題じゃなくて。何気にユリアさんとかミュラーさんまでいるし。久しぶりだな、エステル君。ご無沙汰している。ああ、もう何が何だか。久しぶりやね、ケビンさん。それにそちらの人は。聖杯騎士団の重騎士、リース・アルジェントと申します。エステルさんの噂はケビンや皆さんからかねがね。あ、そうなんだ。うん、どうも初めまして。しかしまあ、さすがエステルちゃんやな。
君がおるだけで場が一気に明るくなったわ。そういうものってケビンさん、どうしたの？なんか顔色が悪いんだけど。すまん、リーズ。さっきの話はまた今度や。しばらくお前に任せる。今とにかく。ケビン？ケビンさん？さっきのあれの反動か。本当何がどうなってるの？ケビン、ケビン、しっかりして。顔を上げろ、ケビン・グラハム。セルナート、やつれたな。食事どころか水分の補給すらろくにしていないそうじゃないか。報告は聞いている。ルヒナのことは残念だった。だが不幸な事故というものは往々にして起こるものだ。我々のような手合いには特にな。殺してください。何？もう俺が騎士としてそれどころか生きてる意味すら。教官にやったら文句はないです。痛みを感じる暇もなく人を思いに。いや、分かった、いいだろう。なんて言うとでも思ったか。痛みを感じる暇もなく人思いに殺してほしいだと？笑わせるな。君にそんな権利があるとでも思っているのか。その血と肉を必要の断りに、魂を女神に捧げたはずの君にそんな泣き言が言えるくらいなら遠慮なく告げられるというものだ。さすがの私も今回ばかりはいささかためらわれたからね。銃騎士ケビン・グラハム、本日をもって貴公をドミニオン第5位に迎える。これは風政省による決定事項であり、法王陛下もすでに承認されたことだ。君とてここ数十年第5位が空位だったのは噂程度には知っているだろう。おめでとう、君がその第5位だったわけだ。これで君と私は同格。長らく主のいなかった5号機もようやく日の目を見るというものだ。ああ、それと守護騎士は自らあだ名を名乗る習いだね。君も今のうちに適当に考えておくといいだろう。ちなみに私のそれは知っての通り、カーネリア。味も素っ気もないものだがな。そんなこと聞いてるんやない。嘘、ルフィの嘘。それは特に問題ではない。
問題はルフィナ・アルジェントが極めて優秀な騎士だったということだ。聖魂が現れなかったとはいえ、彼女の問題解決能力は時に守護騎士をも凌駕していた。その損失に見合うだけの働きを第5位には期待しておこう。枢機卿閣下のお言葉だよ。それは俺がルフィナ姉さんを守りたくて騎士になったこの俺が、その姉さんを食い物にして守護騎士に選ばれるやと傑作や、傑作すぎて笑い死んでまうわさてどうする。ちなみに君にはこの妖精を辞退する権利がある。もっとも騎士団千年の歴史で守護騎士に選ばれながら辞退した者はただの一人もいないという話だがね。そうでしょうな。ドミニオン第5位、謹んで拝命させてもらいます。早速今日からでも仕事を回してくれて結構ですわ。そうか、分かった、そう取り計らおう。なあ、回すんならなるべくハードなの。それからあだ名でし、下法狩り、そんな感じでいくとしますわ。ことがあったんだ。しかしまあ、聞けば聞くほど信じられないことばかりって感じね。うん、ただ見えてきたことも結構あると思うんだ。この場所が影の国という不思議な法則によって構成された世界であるということ、そして僕たちが何らかの理由で選ばれて取り込まれたということ、そしてそれを踏まえた上で改めて疑問が整理できると言える。疑問その1、影の王および黒騎士の正体は？疑問その2、宝石および女性の霊の正体は？疑問その3、影の国の成り立ちと真相は？確かに疑問はつきませんが、大別するとその3つに整理できそうな気がしますね。ふん、ありえない魔物が徘徊している理由なんかは3番目に入るってこと。なるほど、そう言われるといろいろと見えてきたかも。あれ、でもケビンさんが気絶したことはどう関係してくるのかな。聞いた限りだと巨大な悪魔とやり合った時のことが原因みたいな気がするけど。俺たちを拘束していたあの結界を破った力、そしてその時に現れた赤い文様みたいな光か。あれの正体は何だ。
さすがにそれは僕にも見当がつかないね。七葉教会に伝わっている砲術あたりかもしれないが。ヨシは何か心当たりでもあるの？うん、そうだね。確信は持てないけど、あれは、え、それってヨシアの肩に出ていた。うん、あれは教授が僕を制御するために深層意識に埋め込んだイメージが肉体に現れていたものだったんだ。ケビンさんのあれも同じ。ただし僕に刻まれたものよりもはるかに強力なものじゃないかと思う。よく気づきましたね。リースさん、そのケビンさんの調子はどう？ええ、小康状態といったところです。ただし精神に過度の負荷がかかったようなので、しばらく休ませておきます。そっか、やれやれ、ヒヤヒヤさせてくれるわね。しかしリースさん、精神に負荷ということは？ええ、お察しの通り精魂です。ただしあなたに刻まれていたものと違い、彼のそれは原型といえるもの。ドミニオンにのみ現れると言われる魂の刻印です。守護騎士？うん、聞いたことがある。聖杯騎士団を統率する12名の特別な騎士たち。噂では一人一人が恐るべき異能を持つという。ええ、その通りです。その異能とは各々の精魂の力によるもの。通常では考えられないような肉体の強化や高度な砲術の使用を可能にしてくれる力の源泉です。ケビンはその精魂を持つ12名の守護騎士の一人、第5位の異界を持つ人間です。なんだか別の人の話を聞いてるみたいですね。それではケビンさんもヨシアさんと同じように何らかの処置を受けて？いえ、本来の精魂は意図して埋め込まれるといったものではありません。あくまで自然発生的に現れるものだとされています。そして守護騎士の数は歴史を通じて常に12名。どの時代にも必ず精魂を宿す者がどこかに現れて。なんだか不思議な話ね。それじゃあヨシアにあった精魂っていうのは？あれは多分本来の精魂を擬似的に再現したものじゃ。かつてワイスマンは七葉教会の人間だったからね。あ、そんなこと言ってたわね。配信者ワイスマンは聖杯騎士団の上位にある風聖章に所属する司教でした。彼は司教職にある時から見喰らう蛇に通じており、様々な秘跡を盗み出したようです。
守護騎士の成婚に関する膨大な文献と研究もその一つ。彼はそれらを参考に意図的に超人を作り出す技術を結社で完成させたと推測されています。やはり本来の聖魂がどういうものであるのかはなんとなく分かったが、しかしどうしてケビン神父はそれで倒れることになったのかな。聖魂というものはその力を引き出すにあたってそこまでのリスクを伴うのかい？それは理由は分かりませんが、ケビンは聖魂の力をめったには解放しないそうです。唯一それを解放するのは下方を狩る時のみ。後戻りできない滞在人を処分する時だけと聞いています。なんか物騒な話。あ、そいつはともかく、要するにめったに使わない力をいきなり使ったせいで目を回ししまったってとこか。そうなのかもしれません。なるほど、ケビン殿の事情は了解した。しかしいいのか、我々に話してしまっても。はい、すでにケビンも皆さんには一通り説明するつもりだった様子。私も今後の探索を進める上で皆さんの協力を得るために。そっか。で、もしかしてリースさん。はい、しばらくの間は私がケビンの代わりを務めます。探索の記録も含め皆さんの先導を務めさせていただければ幸いです。なるほどな。でもいいんですか？リースさん、ケビンさんのこと本当は看病していたいんじゃ。倒れる前、ケビンは私に宝石を託しました。ならばこれも重騎士の務め。どうか気にせず皆さんに協力させてください。そういうことならあえて反対する理由はあるまい。ケビンさんのことならどうか心配しないでください。残ったメンバーで分担してみることにすれば大丈夫。はい、どうかよろしくお願いします。エステル、どうしたの？リースさん、一つお願いがあるんだけど。探索に向かうんだったら私も同行させてくれないかな。エステル、ほら、その目を覚ましたばかりだからいろいろと肌で知っておきたくて。一応これでも遊撃士だからいろいろとお手伝いもできると思うし。どうかな。わかりました。どうかよろしくお願いします。どうもありがとう。よしや、勝手に決めちゃってごめんね。いや、君の判断に任せるよ。リースさんのサポートよろしくね。任せといて。
Thank you.
全ての基本なり。正しき道を歩むのも、すなわち職あればこ。汝、長魚をこよなく愛する娘。